李建国は中華人民共和国の政治家。第18期中国共産党中央政治局委員、第11.12期全国人民、代表大会常務委員会副委員長、2013年3月から、中華全国総公会主席。第14期中央候補委員、第15から18期中央委員。三島省、条件に生まれる。三島大学中文学系卒業。 1971年6月に中国共産党入党。大学卒業後、天津市の党と市当局に加わり、天津市、根川県文教局、根川県党委員会宣伝部、天津市農業委員会宣伝どころ、天津市党委弁校長で勤務した。また、天津市党委前書理随官の秘書兼、大番党を務めた。 李ズ官が党委書記を務めていた1980年代の天津市にあって出世を続け、天津市党委弁公庁弁公室副主任、弁公庁副主任、主任、天津市党委副秘書長兼弁公庁主任、天津市党委常務委員、秘書長を歴任し、後天津市は平区党委書記に転じ、1年の後に天津市党委副書記に昇進した。 1997年8月、51歳の時に、先生省統一書記に任命。1998年1月に、先生省人民代表大会常務委員会主任に選出され、それからの10年間は、先生省で過ごした。2007年3月に、党中央は、官暦を迎えた建国を、故郷の三島省に移動させ、三島省統一書記に任命した。1年後、 第11期三島小人民代表大会常務委員会主任に任せられた。2008年3月15日、第11期全国人民代表大会第1回会議において、常務委員会副委員長研修所長に選出され、国家指導者の一員となった。2012年11月15日、第18期中央委員会第1回全体会議において、党中央政治局委員に昇進した。 2013年3月1日、中華全国総工会第15期執行委員会第7回全体会議で、中華全国総工会主席に選出された。同年3月14日、第12期全人代第1回会議において、常務委員会副委員長に再選出され秘書朝食を、外れた。李建国、新、もう、ありがとうございます。